ドゲンザ TV。 はい。なんか相談してるけどもう来たよ。百物語番外編、今回第5回でした。ご苦労様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあですね、4人のなんていうんですか、CM っつうんですか、 PR っつうんですか、告知をさせてください。はい、はい、お願いします。じゃあまず萌え流から。はい、こちら、はい、萌え流です。まずライブの告知をさせていただきます。今月は19日の土曜日と23日の水曜日、あと26日の土曜日にライブがあります。詳しくは萌え流の公式ホームページがここにありますとか、あと個人のブログだったりツイッターもあるので、ぜひそちらをチェックしてください。よろしくお願いします。リンク貼っときます。はい、お願いします。おい、私ソロなんですが、BS 富士さんのワッチミー TV という番組のイメージガールを決めようというワッチミーナ2014というですねコンテストに参加しておりまして、今月はあと撮影会が10月27日日曜日朝10時から夜19時まであります。すべて水着です。エロい格好してますな、この写真も。はい、なんかちょっとそういうセクシー系のをいっぱい着ようかなと思ってますので、ぜひ1時間だけでもいいので撮りに来てください。ありがとうございます。おい、で、はい、私たち3人は立ちこぼれユニットとして、これから活動していきます。はい、で今ユニット名大募集中です。はい、だから YouTube の方にも自分たちでチャンネル作ってやってるよね。はい、はい、動画を上げてます、ね、それもちゃんとリンク貼っときます。はい、お願いします。はいはい、それでそれで、ね、私がリーダーのはるかです。加藤はるかです。加藤はるかの超ブログ、あとツイッターはるかアンダーバー加藤でやっております。あとファースト DVD はるかわが発売されていますので、ぜひ皆さん見てください。すっげえ格好してます。はい、かなり ジャケットが、はい、私プロレスラーだったのですが、その時のコスチュームを着て撮影に挑んでコスチュームを脱いでいくという。おいぜひ見てください。それはカメラが震えてる。おいおい、他には、はい、はい、紫担当のアリーヌです。ブログのメルヘンワールド愛好会、そしてツイッターがあるので、ぜひ確認してください、見てください。おい、リンク貼っときます。ありがとうございます。おい、はい、この3人のユニット名をですね、うん、考えてくださった方は、うん、outcasthra@gmail.com はい、こちらまで送ってください。じゃあちょっと俺も探してリンク貼っとくようにしますよ。何かお願いします。じゃあ今回第5回4人ともありがとうございました。ありがとうございました。次はなんかさ、来年1月にやるらしいよ。へえ、うん、なんか都合が合うようならまたぜひぜひ。あんたは基本的にレギュラーだから。そうよ、ここの女子陣のリーダー、あなただから。そうです、だから私がキャスティングしてます。私に何かないとキャスティングはしないんで、みたいな。そんな嫌な女じゃないな。可愛い子に出てほしいです。おいさ、まあ何にしても来年もまたよろしくお願いします。お願いします。おい、じゃあバイバーイ。バイバーイ。道玄坂 TV。 Ooh.